もう一回失礼します。はい、行きますね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。もう帰ろうかと思いました今。踊ってみたから飛び出した広島のモモドル、ふとまま天使のアイラブユーアイリです。アイリちゃんで覚えてください。よろしくお願いします。イエーイ。なんでいきなりね、歌じゃなくてこんなシーンとした中でね、戸惑いの出方をしてきたかっていうと、まあちょっと1曲目にね、いきなりですが今日の主役とコラボをしたいと思いまして、はい、でなので早速呼びたいと思います。いい、糸葉ちゃんで行きますよ。せーの、糸葉ちゃん。はい、いやー、ありがとうございます。イエーイ。じゃあ改めまして皆さん、糸葉ちゃんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。誕生日のイベントが決まって、せっかくだから、愛理ちゃんの踊ってみたを見ていろいろ見させてもらいましたっていうね、メッセージをいただいて、もう本当にありがたいなと思ってて、よかったらぜひ一緒に踊ってくれませんかってちょっとお声掛けさせてもらったら、今日のこのコラボが決まりまして、でもこの今日のライブよりも前に、5月に私の誕生日の名前の冠がついた日、ついたキツコン祭で最初に会ったんだよね。で、私、まあ、何歳ぐらい離れてるんですけど、誕生日プレゼントをくださって、なんかもうちょっと申し訳ないなとか思いながらいきなりね、こうやってコラボさせてもらって嬉しいです。ちなみに20歳にもうなったんだよね。やりました。え、なんかファーストアルコールは何だったんですか。気になる。え、飲んだ飲んだ。ありましたね。え、何だったの。三好ワイナリーのピオーネの雫っていう、なんかワインみたいな。いきなりワインってすごいね。おしゃれ。しかも三好ワイナリーのお酒っていう意識高広島の誉れ、みんな拍手拍手。じゃあ、先輩から一言、酒は飲んでも飲まれるな。はい、よろしくお願いいたします。一生ものの傷が残ることもあるので、はい、気をつけてください。ちなみにチャミするとかは気をつけた方がいいですね、特に。気をつけます。飲みやすいやつはね、はい。楽屋でやれみたいなね。ということで、いきなり脱線してごめんね。いきなり、ですね、1曲目はですね、今回、糸葉ちゃんがリクエストをしてくださいました、ロケットサイダーっていうね、可愛らしいシュワシュワな明るい爽やかな楽曲をね、を一緒に踊らせてもらいたいと思います。写真も動画撮影も OK よね。 OK なので、よかったらぜひ撮って、手拍子したり写真撮ったりしてみてください。よろしくお願いします。
恐怖症なんで、はい、ありがとうございます。ということで、糸葉ちゃんとのコラボでロケットサイダー続けてポニー2曲続けて踊らせていただきました。過剰にもらおうとするっていうあのそうそう、個人的な話なんですけど、やめないよ全然。ここまで来たらもうなんか逆に何歳までやるんだろうとか最近思っちゃってで、まあ、知ってる人はね、ご存知だと思うんですけれども、ちょっと前まで東京のお部屋も借りてですね、東京と広島を行き来してたんですけれども、この度ですね、東京の部屋を引き払い広島になんと帰ってきました。イエーイ、ただいまただいまただいま、ありがとう。マジでさ、むっちゃ久しぶりにその T シャツ見た。何年前のだっけみたいなそれ青バージョンもあるんだよね。懐かしい、持ってくれてたんだね、ありがとう。広島、まあ別にね、広島も全く出てなかったわけじゃなくって、ほんと月の半分とかを行ったり来たりするような感じで。9年前なの変な息が漏れちゃったっていうまあ、そうやってね、広島に戻ってきて、今日糸葉ちゃんの20歳っていうね、ほんとこんな人生の大きな節目じゃないですか。そんな
時にね、私もね、実は今日がその、まあ、一応広島の、東京の部屋を引き払ってもう広島に拠点を据えるぞっていう風に戻ってきて、なんと初めての1本目のライブで、はい、私にとっても今日はすごく節目のライブになっているので、もう本当に本当にあの素敵なライブにね、今日こうやって出れてすごく嬉しいです。タオルもめちゃくちゃ懐かしいねあのだから最近ね、本当にあちょっと見せてよ、もうこれ持ってる人少ないよ、本当になんかね、これコカ・コーラみたいでしょ懐かしい。これね、グッズでやってたんじゃなくて、なんかの特典なんだよね。何かを購入、いや昔ほんといろんなことがあったの。なんか三井、なんだっけ、三井住友のクレジットカードを作るとアイドルさんの特典がもらえるとかね、そういう企画あったんだよ、本当に本当に。それでクレジットカード作った人多分いるよね。いないの作ってよまあそういうのがあったりとか、まあ、いろんな経験してきましたけれども、あのだんだんね、そうやって、まあ、もちろんね、今日から出会った人、今日初めて愛理ちゃん見たよって人、おお、本当の人と嘘の人と結構半々ぐらいだあ、でも本当の人も多分いる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 でも名前ぐらいは聞いたことあったよって人、でもまだまだそうな感じもあるはい、まあ、長く続けていてもまだまだ知名度はあのまだもう頑張れるなって思うと、まだまだ頑張りたい、みんなの応援でもうちょっと頑張れると思うので、みんなこれからまた愛理ちゃんに会いに来てくれたら嬉しいです。初めましての人もね、もちろんですし、最近はね、こうやってライブに出るたびにうわもう何年ぶりみたいな人たちが本当に多くなってきた。で、もう久しぶりって物販で喋っても、みんな久しぶり、元気、みんな、いや最近実はさ、どこどこをさ手術して入院してたんだよねとか言う人増えてきた。すごく心配、みんなの健康がすごく心配。だから愛理ちゃんは、まあ、アイドルであるんだけれども、あのみんなの憩いの場になれるようになりたいなって思っているので、みんなこれからも共にアイドルもオタクも頑張ろうね、頑張ろうね広島に帰ってきて、あのいろいろね、来月なんですけど8月の11日はあの東条の方でのお祭り、小学校であるあの夏祭りに呼んでいただいたりとか、結構ね、あの地元のイベントも増えてきたので、ぜひこれからまた愛理ちゃんのことを再スタートな感じで迎え入れて、そして一緒にライブ楽しんでくれたら嬉しいです。ということで、そんな愛理ちゃんの初めてのオリジナル曲をみんなと一緒に盛り上がって歌いたいと思います。それでは聴いてください、アイコンタクト。今日は糸葉ちゃんムードで、糸葉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 、オッケー、はい、はい、探したさて、気づいた気して
以上、アイラブヤギでした。